万世一系、万世一系は永久に一つの系統が続くこと。多くは皇室、皇統、天皇の血筋について言う。慶応三年、1867年10月、岩倉智美は王政復古儀に、皇家は連綿として万世一系霊学生罰朝廷より出コ、原文カタカナと指摘した。これが万世一系の後の書室である。 1889年、明治22年、旧皇室天畔制定にあたって、伊藤博文は、皇位継承における、万政不変の原則として、以下の3項目を挙げた。大日本帝国憲法では次のように記されている。民間でも大日本帝国憲法に対抗して、市議憲法が、盛んに作成されたが、ほとんどが、万政一系に言及している。 万世一系の例外規定を設けているのは、憲法総合評林のみで、新民中より皇帝を、戦慄と規定し、皇位継承者が断絶した場合の天皇の選挙制を、提案した。天皇が日本を統治する根拠とのは、天照大臣が、天上無休に、吉原、中国を治めよという神直を、二二義、二二義の孫とその子孫に下し、二二義の彦である岩礼彦が、 初代の天皇、神武天皇として暮らしたこと。古事記には、天照大臣が、孫のに人ぎに、この豊か吉原、水保国は、汝の白寒国なりとある。日本書紀には、吉原千五百秋水保の国は、是、我が子孫の王たるべき地なり、鹿高孫おさでまして直らせ。行確か。法祖の高市へまむこと、まさに天上と、急に向けむとある。 大日本帝国憲法第一条は、この記述を明文化したものである。日本は王朝交代したことがない点で他国と基本的に異なるという信念は、日本の王朝と同じくらい古くからあった。この主張について、十数世紀にわたって誇りを抱いたり、不思議に思う人々がいた。大友やかもち、718号のマイナス785は、 万葉集を編纂した奈良時代有数の歌人である。大友やかもちは自分が仕えた聖武天皇を褒めたたえる次のような和歌を残している。下記の現代語訳は日本学術振興会の英訳ら。この和歌では天皇の家系が長いと述べているが、どれほど長いかは研究していない。日本書紀は神武天皇が即位した年を王朝の起点とした。 聖徳大百574から622はこの日付を初めて定式化した。天皇の王朝に大いなる古さを付与しようとしたのである。この日付は日本人に自国の建国日として受け止められた。国体、政治構造の不変さの証拠とされることもしばしばだった。神武天皇が創始した王朝は神の大の祖先たちの系譜を引き継いでいるとも、 信じられていた。そのため、日本の王朝は永遠であり、慢世一系であると考えられていた。王朝が非常に古いという主張は、自国民を感心させるためだけではなかった。国家としては日本より古いが、歴代王朝は日本より短命とされた中国に、感銘を与えるためでもあった。いくつかの事例に照らせば、中国人は、日本のこの主張を気に留め、一目置いていたと言ってよい。 新東女は、党の歴史をまとめた史書だが、日本の歴史も略述されている。神の第二族す日本の支配者三十三人が、リストアップされている。日本書記などが掲げており、人の第二族す歴代天皇五十八代、神武天皇から、皇校天皇までも列挙されている。洋奥は、新東女の編纂に参加し、平安時代の日本の学僧である、長年、 938-1016が当時の中国皇帝にもたらした以下の情報について記録を残している。王家は一つだけで六十四代引き続いて治めてきた国王一清宗殿十四世。行政、軍事の官職はすべて世襲である。当時の天皇は遠友天皇で皇統府によれば六十四代目にあたる。宗氏は宗の歴史をまとめた司書である。 その中の日本伝に北宋の皇帝、大宋の反応を以下のように記述している。日本人も王朝の寿命の長短に関する中国との比較論に熱中した北畑地下封二1293から1354の人能性陶器では以下のように論じている。16から17世紀のヨーロッパ人も万世一系の高騰とその異例な 古さという観念を受け入れた。日本建国の日付を西暦に計算し直して、紀元前660年としたのはヨーロッパ人である。ドン・ドドリーゴ・デ・ビベロはスペインのフィリピン臨時総督である。ドン・ドドリーゴ日本見文録に日本人について以下のように記述している。当時の天皇はゴミズノー天皇で、皇統府によれば108代目にあたる。 ベルナルディーノ・デアビラ・ヒロンは、スペインの貿易商人である。1615年、日本から以下のように報告している。ここでも日本建国を紀元前660年としている。エンゲルベルト・ケンペルは、長崎の出島のオランダ商館に勤務したドイツ人医師である。日本史で以下のように説明している。さらに、歴代天皇の名前と略伝を日本語文献の 通りに歴史している。江戸時代、尊王家は天皇への尊数と支持を高めるため、皇室の大変な古さと普遍性を強調した。山が祖皇、山が祖皇、1622から85は、儒学と軍学の大家である。漢文九年、1669年に表した、中朝事実で、下のように論じている。とはいえ、江戸時代の知識人全員が、 太古的な古さという主張に賛成したわけではない。本田俊明1743から1820は乱学を学んだ形成家である。完成10年、1798年の論考の中でこうを説いている。世界最古の国はエジプトで6000年の歴史を有し、中国も3800年の歴史を主張し得るのに、対し、 神武天皇即位からは1500年しか経っていないのだから日本の歴史はずっと短い。1500年というこの年代は近代の学者が示唆する三世期末に驚くほど近いとドナルド・キーンは指摘している。明治時代の多くの知識人は皇室の永続性というドグマを受け入れ誇りとしていた。福沢諭吉、1835から1901も 皇室の永続性は近代化を推進する要素だとみなしていた。明治八年、1875年に執筆した文明論の概略の西洋の文明を目的とすの一節にて以下の持論を展開している。ただ、国の起源についてのドグマは、その信歩を強制されていたわけではない。ニトベイナゾウ。 1862から1933はクリスチャンの教育者である。国際連盟の事務局長の職にあったとき、日本国外でだが、公式の場で期限の正確さにはっきりと疑問を呈している。スウェーデンの首都ストックホルムで開かれた日本・スウェーデン協会の会合議は演説の中で次のように述べた。万世一系は戦前において、 共和制や共産主義革命を否定する根拠とされた。また、日本は、君民一体の国柄で、他国のように進化や他民族が行為を散脱することがなく、親民は常に天皇を尊崇してきたとする歴史観を形成した。さらに、日本は、神の子孫をいただく信州であり、ひいては世界でも優れた、同義国家であるとする発想を生んだ。戦前には、 国粹主義と結びついて、広告主官という歴史観を形成した。特に、明治維新から戦中までの期間には、国家公認の主官として重視され、大日本帝国憲法第一条にも記載されていた。北一期は、自筆の国体論及び純正社会主義にて、日本国民は、万世一系の一語に、頭蓋骨を殴打されことごとく白痴となると、万世一系を批判した。 この著書は刊行後すぐに発禁処分を受けた。万世一計はもはや公式のセオリーとはされなくなったが公式の場での談話や発言からは消えなかった。昭和52年1977年8月、那須御用定での記者会見にて昭和天皇は次のような説明をした。日本国憲法は天皇の祖先たちへの言及も王朝の古代史的な 古さえの言及もしていない。しかし、皇室の法的地位は、皇位の世襲の原則を再確認することで是認された。昭和41年、1966年、王朝の起点である2月11日のまま、戦後廃止された、紀元節が、ほぼ同義の建国記念の日として復活した。平成2年、1990年、秋人親新が天皇に即位した。 即位にあたり、祖先及び神々との絆を強調する状態からの儀式、大状祭が執り行われた。平成11年、1999年、皇統を褒めたえる、君がよも国旗国家法により、日本の国家として確定された。明治22年、1889年、近代国家の憲法として大日本帝国憲法が交付された。 この憲法では、皇室の永続性が、皇室の正当性の証拠であることを強調していた。国文、憲法全文には、以下のような文章がある。そして、憲法第一条にて、第二本帝国派万世一系の天皇これを統治す、と規定されたのである。近代的な政治文書で、万世一系のような私的な文言が用いられたのは、これが初めてである。 万世一系のフレーズは公式のイデオロギーの中心となった。学校や弊社でも公式な告知や発表文でも広く使われて周知されていった。明治13年1880年日本の国家として君が代が採用された。君が代は10世紀に人も乗り、きつらゆき、大志高知の三つね、三豚ドミネの4人の戦者により編纂された。 ここは歌集に収録されている短歌一つである。バジルホール・チェンバレンは、この日本の国歌を翻訳した。日本の国歌の歌詞とチェンバレンの訳を以下に引用する。ポエムスタイルイコールマージン・レフと、一エム何時の知性が幸せな数千年で、あるように我らが主よ収め続けた前、今は小石であるものが時代を経て、 集まりて大いなる岩となり噛み錆びたその側面に、苔が生、生える日まで、ポエム。ポエムスタイルイコールマージンレフト、1M、ポエム。日本の国家も、天皇の知性を奉祝する歌であり、高等の永続性、万世一定がテーマである。世界で最も短い国家が世界で最も著名な、王朝を称えている。国体の本義とは、昭和13年。 1938年、日本とは、どのような国か、を明らかにしようとするために、当時の文部省が学者たちを結集して編纂した、書き物である。万世一系についての主張を以下に引用する。万世一系についての様々な説をめぐり、大きな論争に発展した。明治44年、1911年には、国定教科書問題。 南北朝清純論争があった。学校の歴史教科書で南北朝時代の用語を使っていた。このことをめぐって帝国議会で南北朝清純論が問題化した。それ以降の教科書では吉野朝時代の用語を使うことになった。この問題では万世一系の概念の中で高等の一系、高等が分立することがないが問題になった。江戸時代から一般的であった。 南北朝時代の士官が明治時代の万世一系では不適当とされた事例である。また、人心の乱のような皇室での争いは教科書に記述がなかった。また、古事記や日本書紀などの古代史の研究が進むにつれて、考古学の成果により初期の天皇の実在に疑問が提示されたり、決死やつしろ第26代の京大天皇の即位を王朝交代とする説が出た。 国体の一番の根拠は万世一系であった。それゆえに国体の問題でも深い影響を与えていた。天皇帰還説論層の際には神直が天皇による直接統治の根拠とされた。国体の本義でも神直や万世一系が冒頭で強調されている。昭和維新を標榜した一連の変革運動でも君民一体の思想から天皇による 直接支配こそ、社会の閉塞を打ち破るものであり、訓則の勘がそれを妨げているという主張がなされた。この問題により、万世一家をめぐる論争は、天皇制の問題と結びついて大きな広がりを持つ、ことになる。ベンイコールはミイシロニーは、戦後の歴史家の研究態度について、戦前の日本で天皇の王朝の非常な、古さが、 国家主義的に悪用されたことに強く反発する戦後の歴史家は日本における皇室制度と皇室の異例な長明さという意義を軽んじてきた。しかしそうした彼らでも認めざるを得ないのは行為を占めている血縁集団が世界最古の在位の君主家だということでや、と指摘している。第二次世界大戦後、年市宮愛子内親王などの皇族の女子が 誕生する一方で、秋篠宮文人新能誕生以降は、夕日とし新能の誕生まで、約40年もの間皇族の男子が誕生せず、皇位継承の権利を持つ皇族の男子が不足していることを背景に、皇統の女系天皇を容認しようとする皇室天範に関する有識者会議などの動きがあった。万世一系の伝統から、男系男子による皇位継承を求める意見、 男形にこだわらない、女系天皇容人論、さらに踏み込んでの直径調子の後位継承を主張する、意見等、後位継承をめぐって論争となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。